クランベリーとは、ツツジカスの貴族、ツルコケモモア族に属する常緑低木の総称、北半球、寒帯の山性の沼地に見られる。主な種は、ツルコケモモ、ヒメツルコケモモ、オオミツルコケモモ、アクシバ。果実は、安息鉱山を含有している。クランベリー果実は、非常に酸味が強く、生食には向かないが、カシやジャム、ペミカン、 クランベリージュースの原料となる。ナ,ナメントリの丸焼きに添える甘いクランベリーソースは、アメリカ合衆国とカナダの感謝祭には欠かせない。高さ10センチメートル程度の矮小な低木で、枝は細く小さな常緑の葉をつける。花は、ダークピンクで反り返った花びらを持つ。果実は小さく、中が数室に分かれた空洞になっており、こなすと、ピンク色からシンクに色づく。加工用など傷がついても、 さほど支障のない場合、クランベリー畑に木が完全に沈むほどまで水を張り、水中で木を揺すると果実が外れて水面に浮かぶので、大型機械で果実をすくい取って収穫する。なお、畑に張った水は、クランベリーの木を例外から守る効果もあるため、春まで水を抜かずにそのまま越冬させる。クランベリーには以下の4種類がある。ツルコケモモ学名。 バクシニアムオクシカコス A 名、コモンクランベリー、ノーザンクランベリー分布、北ヨーロッパ、北アジア、北アメリカ北部など、北半球の寒い地域に分布。特徴、葉は5から10ミリメートル。花は細く毛深い茎の先につき、ダークピンクで紫色の穂がある。果実は小さく薄いピンク色。ヒメツルコケモモ学名、バクシニアムマイケロカーペム A 名、スモールクランベリー分布、 北ヨーロッパ、北アジアに分布。特徴、葉はツルコケモモより三角で、家計に毛はない。オオミツルコケモモ、ベアベリー学名、バクシニアムマクロカーペン A 名、ラージクランベリー、アメリカンクランベリー、ベアーベリー分布、北アメリカ北東部に分布。特徴、ツルコケモモより、葉は長く10から20ミリメートルある。アクシバ学名、バクシニアムリスロカーペム A 名。 サザンマウンテンクランベリー分布、北米アパラチア山脈南部の高地と東アジアに自生する。特徴、同族のコケモモが英語で、マウンテンクランベリーと呼ばれることがあるが、リンゴンベリーの方がより一般的である。1939年、チャイルド・レーバー、クランベリー・ボグ、アーサー・ロス・スタイン、ブルックリン美術館所蔵。 1880年、ナンタケット島のクランベリーの収穫イーストマン・ジョンソン。鶴のベリーの意味。アメリカの初期のヨーロッパ系移民が花が開く前の茎、額、花弁が鶴の首、頭、くちばしに似ていることから名付けたとされる。クランベリーが鶴の好物であるということに由来すると、する説もある。カナダ北東部では、モスベリーと呼ばれる。フェンに厳正していたことから英語圏では、 フェンベリーとも呼ばれる17世紀ニューイングランドではクマが好むことからベアベリーと呼ばれることもあった。なお、ニシンの体積を測る単位クランとは無関係である。1907年から1935年のアメリカでの年間生産後期をたアメリカではアメリカ州の先住民族が食用としたのが最初とされるペミカンなどの食材として使用されたほか、 薬や染料としても使用されたアルゴン金属は笹間なしと呼びマサチューセッツの植えたイギリス系移民に分け与えたとされ感謝祭の伝統的料理に使用されている1816年頃アメリカ独立戦争で活躍したヘンリー・ホールがケープコットにあるデニスで栽培したのがクランベリー農園の最初とされる1820年代ヨーロッパに輸出されていた 北欧やロシアで野生の植物として人気となった。スコットランドでは当初野生の植物であったが生育地の変化によりも生息していない。クランベリーの収穫クランベリーはアメリカ合衆国のマサチューセッツ州、ニュージャージー州、オレゴン州、ワシントン州、ウィスコンシン州、カナダのブリティッシュ・コロンビア州、ニューブランズウィック州、オンタリオ州、ノバスコシア州、 プリンスエドワードアイランド州、ニューファンドランドラブラドール州、ケベック州において主要な商業作物となっているブリティッシュ・コロンビア州のフレーザーバレー地区では1150ヘクターから国内生産量の95%を占める1700万キログラムのクランベリーを生産するアメリカ合衆国では国内生産量の半分以上を生産するウィスコンシン州が 最大の生産地となっており、次にマサチューセッツ州が続く。また量は少ないが、アルゼンチン南部、チリ、オランダでも生産されている。歴史的にクランベリー畑は湿地帯にできている。近現代、クランベリー畑は高地の浅い地下水面にできている。地表面は畑の周囲に堤防を作るために削り取られる。砂が4インチから8インチの深さに敷かれる。 排水を均等にするため表面をレーザーレベルで平面にする。タイル式の排水設備や速攻により頻繁に排水される。貯水もでき、堤防の上を重機が運行することもできる。生育や秋から春の例外から保護するための考え設備が設置されている。年中水浸しとの誤解もあるが、生育期には水に浸かっていない。ただし土は常に湿った状態である。 秋になると収穫しやすいように水が張られ、陶器の低気温から保護する。ウィスコンシン州、ニューイングランド、カナダ東部などの寒冷地において、冬季にこの水は凍る。3年から5年ごとに、氷の上からトラックで薄く砂を撒き、害虫駆除や幹の再活性化を図る。クランベリーは移植することにより繁殖する。新しい畑の砂の上に鶴が広がり、砂の中に入り込む。 最初の数週間こまめに水やりすると根が張り新芽が育つ。初年度は窒素肥料を少量与える。新たなクランベリー畑の設置費用は1ヘクターにつき7万ドルと見積もられる。水上での収穫秋、9月から11月上旬頃、実が真っ赤に色づくと収穫の時期となる。実は最初白、または薄いピンクであるが、 日光を十分に浴び完熟すると真っ赤に色づく。50年前より6、水に浮いた実は畑の角に集められてベルトコンベヤーまたはポンプでトラックに積まれ倉庫に移動する。洗浄及び選別され梱包または加工まで保存される。多くのクランベリーが蒸気のように水上で収穫されるがアメリカの収穫工の後の10%は水を張らずに この収穫方法は、人件費がかかる上に収穫量も少ないが、痛みが少ないため冷凍や加工を施すことなく生で、販売することができる。昔は、くし形の農具で収穫されていたが、近現代では機械化されて鶴を痛めず、走行できるほどの小さい農機具で収穫する。白いクランベリージュースは熟した実から製造されるが、赤くなる前のものを使用する。早期の収穫は収穫口を下げ、 早期の水張りは鶴に損傷を与えるが、それほど深刻ではない。生のクランベリーは腐敗予防に通気性を良くするため、そこが網目状、または、すのこ状の浅い瓶、または箱に入れられる。生で販売されるクランベリーは、夏の終わりに収穫され、冷蔵庫ではなく壁の厚い倉庫で保存される。倉庫の廃棄口の開閉により、室温が調節される。 加工予定のクランベリーは収穫直後に大きなコンテナに入れられ冷凍されることが多い。ドライクランベリー製のクランベリーにはミネラル、マンガンのほか、ビタミン C、食物繊維が含まれている。これらは 100g につき1日の摂取基準の1割以上を占め、微量ながら他の栄養素も存在する。果実は硬く非常に酸味が強く95%が クランベリージュースやクランベリーソースの原料となる。またドライにしたり、甘味料を加えたりして販売される。通常、クランベリージュースは酸味を減らすため甘味料を加えたり、他の果汁を混ぜたりする。コスモポリタンなど多くのカクテルが、クランベリージュースから作られる。1オンスにつき小さじ1杯の砂糖が加えられており、クランベリージュースを使用したカクテルは、肥満につながる。 炭酸飲料よりはるかに甘い。クランベリーの果実はクランベリーソースとして知られるコンポートやゼリーとして調理される。クリスマスやアメリカ合衆国及び、カナダの感謝祭では7面取りの丸焼きにクランベリーソースが伝統的な定番となっている。マフィン、スコーン、ケーキ、パンなど小麦粉製品でも使用される。この場合、オレンジやゼストなどと合わせることもある。丸にスープや シチューなどの酸味付けに使用されるる。こともある生のクランベリーは家庭で冷凍して約9ヶ月保存することができ、解凍せずに調理できる。2018年レビューでは7つの別の2019年のレビューでは心血管疾患ではクランベリーは収縮期血圧及び BMI を減少させていたが、総コレステロールなど血中脂質、空腹時インスリン、 インスリン抵抗性などには影響はなかった。国立健康栄養研究所による2018年の調査では、尿路感染症に有効であるとするランダム化比較試験を10研究発見したメタ分析が2012年と2008年に,に報告あり、尿路感染症に有効性が示唆されているとされている。その調査では見つかっていない2013年のシステマティックレビューでは、 24のランダム化比較試験があり効果は示されていなかった。紫色細尿バッグ症候群の治療に使用している施設もあるが、適切な製剤がないために適応が難しい。また過重には、集酸が多く含まれるために、過剰な摂取は集酸血石のリスクを高めるとされる。他にも、下痢や嘔吐などの副作用も報告されている。ありがとうございます。